はい、今回の出発点はですね、中山バイパスので、もう少しで出口っていうところ。最近、ここあたりよく出てくるでしょう、中山バイパスが。というのはね、いわゆるこの中央駅からこの指宿側、南側っていうのかな、こちらに、が生活圏の人にとっては、割とここが、なんですかね、生活道路っていうか、ある意味の幹線道路、どこに出るにもここを使うっていう人がいて、こっからのスタートで何かをしてくれると分かりやすいって言うんですよ。ですから、しばらくはっていうか、ここからの出発が多くなるかもしれませんけども、それはそういう意図があってのことですからね。これからですね、この信号を左に行きます。今日のコースはちょっとね、窓を開けるね、さっき閉め切ってたもんだから、ちょっと熱気がこもってますがよ。この動画、ドライブ動画を始めてからまだ3月にならないんだけど、なんとなくこうね、どういうのがいいんですかね、カテゴリーって言いますかね、定番コースとか、ジグザグコースとか、いろんなのを常に 新規の企画を立ち上げてますけれども、少しずつね、分かってきたみたい。というのは、同じ道でも何度でも通ろうという感じですよ。なかなかね、1回ではね、1回見たから、もう1回動画を、なんて言うんだろう、呼び出そうとか、お気に入りに登録して、それを見ようっていう感じはあんまりないみたいなんですよ。僕の友達ですよ。同じ道でも日にちと、季節、それから雨の日、風の日、そうか、雨の日、風の日は私はあまり出たくないんだけども、そういったものが違うと同じ道でもこう、見れる、何度も見れるけど、同じ道をね、コースを、ルートを。だけど、この前の道が良かったからということで、それをお気に入りに入れとって、ここ左、ここは本ままだよね。お気に入りに入れとって、それをもう一度見返すっていうのはあんまりしたくないっていうんですよね。ここ左行きます。要するに、同じ映画は見たくないと。だけど、同じ映画を別のキャストでやると、筋は全く一緒でカメラのアングルが同じでも、見るっていうね、その男はですよ。だから彼もいわゆるこのおまかせチャンネルの、ユーザーでもありますから、ユーザーっていうの結構こういう時は、なんて言うんだろう、視聴者っていうんですかね。今右にあったのが、東谷山小学校だと思うけど、ここあたりも何度でも通ればいいじゃないって言うんですよ。それともう一つ友達が言うな、こういう会話をするなって車の中で。もう少しこの別のさ、鹿児島に関する話題とか、それから自分が、感じたものとか、そういうのを言えって、このおまかせテレビの裏側って言うんじゃないんだろうけどね、そういうのをあんまり喋んなって言うんだけど、実際ほら、さっきの話に変えるんだけど、3ヶ月でしょ、やり始めて。だからほんと試行錯誤なんですよね。ほんで、このコメントをいただいた方なんかの意見を聞いて、そしてそのコメントの中から自分なりのこう、汲み取って、こうしよう、ああしようってしてるんだから、
さあそれでよかよって友達に言うと、まあそういうのじゃってよねって要するに彼もってその友達も私もある程度なんかな、あの我は張るけど、すぐこう、ああいいなと思った方にふっと帰るんですよね。だからね、まあそういう風にしてまだ3ヶ月来てないけども、徐々にやり方が分かってきました。それとですね、やっぱりこのコメントで思うんだけど、このおまかせテレビをね、心待ちにしてる方が結構いらっしゃるみたい。割とね、こういう絵にならない部分でも喋れるような、トーク力じゃないな、話題、皆さんが、そうけとか、あ、そうなのっていうようなね、話題をね、提供できるようにね、したいと思います。はい、それともう一つ、私が、2日ぐらい前、ちょっとどうしても、パソコンに向き合う、このね、YouTube に向き合える時間がちょっとなくなったりして、本業もやってますからね、ビデオ撮影をね、たまに来るんですよ、そういう撮影っていうのが。そういうところはやっぱり 120% の力で、まあもちろん撮影もそうだし、編集もするもんですから、ついついやっぱりこちらがっていう風になるんですけども、その辺で、なんかあったら仕事がないとかいう心配してくださった方もいらっしゃるみたいで、本当はありがたいと思いました。ここ右行きますね。はい、ここも自分の中ではここはもうこの前撮ったってあるんですよ、この辻の時期の頃に。だけど友達に言わせりゃあそこをもう一度見たいっていうわけ。あのあと、そのほら、今、右の方に、ツツジが、もう、ね、花はもう終わって、緑の葉っぱだけになってますけども、ここをやっぱり見たいっていうわけですよ。そして、これを見て、前の3月か何月かわかんないけど、もう私はもう一旦あげると、もう大体、もうそれは見ないようにしてますけど、人によっては、なんて、ここ何通りって言うんだろう、なんとか坂とか全部ついてればいいんですけどね、そういうのがあんまりないですよね、鹿児島で。ほんであそこの四季の移ろいっていうの、季節の移ろいっていうの、そういうのを見たいっていう男でもそういうぐらいだから、なんか死の心とかですよ、なんかのこのこういう、まあ街の風景というかそういうのに心をふっと動かされる人たちからすると、やっぱりちょっと待って、予告等だよね、あれね、はい、自分ちょっと待って、ね、あ、ここは一番、ここでね、もう、この前、それこそ3日ぐらい前にあげた、復活か、あげたやつで、ちょうど、伊豆路通りの、交差点で止まったのをそのまましてたんですけども、そのまま、カットせずにしたんですけど、よかったですよ。コメントをくださった方がおっしゃってた、コメント通り、もう、あ、ドラマがあるなと思ってね、そういうことにも気づかせてもらいましたけど。あ、例によってすいません。あっち飛んだり、こっち飛んだりしますけど。もうこれはもう諦めてくださいね。慣れてください。もうこれが私ですからね。まあそういうことで、で、あれですよ。私としては、本当にこのドライブ映像を活かすためには、私のこの声を聞かずに、ボリュームを絞って、そして自分の音楽、好きな音楽を聴きながら見てくださると、全然この映像が違いますよ、感じがね。これは本当なんですけど、なんか私のこの、なんていうの、
辛いも標準語、しかもそのあっち飛びこっち飛び、何言うちょっとかわからんとか、ちょっと待ってくださいね。そういう、ここも流しましょうかね、こうたまには。ひょっとしたらあのデーラー関係の方が見てらっしゃってですよ、おお鹿児島何何車の何々が売れてんだなとかっていうのはあるかもしれないしね。そういう意味で言うと、映像っていうのは情報満載ですからね。情報満載、見る人によってはですよ。私なんかも今右をコンクリートミキサー車が行ったけど、最近見ませんからね。というのはやっぱりその大きなビルとか何とかを作る時の工法が変わってきたんでしょう。それとあの清掃車のバキュームカーも見ませんもんね、最近ね。まあそういうことです。で今日はですね、今さっきありしたみたいに、あのみたいにっていうか、あの団地と団地を、さっき言ったところは、さっき言ったところは何団地しとけ、要するにあの桜川じゃなくて東谷山小学校があったあの辺、とかですよ。で今からですね、ちょっと登っていきます。この辺りは広木っていうところだと思います。だと思います。点々、いや、あのはっきり言えません。疎いですから僕は。そういう昔からね、ちょっとね喋りが早いというのは今あのちょっと気づきました。昔からそういうのにあんまり重きを得ないんですよ。重きを得ない、得ないじゃないな、あひこあたいっていうだけで、あの固有名詞を本当覚えないタイプなもんですから、タイプだったもんですからね。でもこれから覚えるようにします。はい、これから分かりますかね、反対側からこう今日上がってきたけど、ここはもうおなじみのちょいちょい出てくるあのコース。この前はここを左に行きましたけど、広木農協前ってなってますけど、今は、昔は広木農協っていう名前だったけど、なんか鹿児島未来なんとかってなってますからね。ああいうので私たちはすぐ間違うんですよね。間違うというか勘違いするとか、広木のあの鹿児島未来、そげなとこ広木やったっけっていうような感じになってしまうんです。すると今あのこのカメラの設置方法とか、それからの映り込み、映り込むんですよ、このなんやかんやがね。この道路のアスファルトじゃなくて、こう何センターラインのこういうのが映り込むのはまあしょうがないんですけども、やっぱりね、あの映像をなりわいにしてる人間からすると、いやーそやねーと、あのそれちょっとやっぱここを消したいとか思う。要するに、100点満点にしたいという感じがするんですけどもね。それとかこの雑音とかするんじゃないですか、今ちょっとね締め付けが悪かったみたいでね、ガチャガチャって言ったような気もするな。ここはまだ広木ですよね、右の方が広木だから。ただ住所を調べてみたら、もう紫丸に入ってたとかありますからね。コメントの中であんまり地名とかこういう名詞を言いたくないっていうのはわかるでしょう。今あの今日あげると思いますけど、パチンコ屋さんの、駐車場をちょっとこう友達の依頼で、あのなんていうのスラロームしたんですよ。そしたら右折しながら、ここを左にとか言ってますからね。だからもうそういうところはもう無視してくださいね、お願いします。それで今日はですね、あのあそこから
ブーッと来て、どこに行くかっていうのは最終目標というかあれを決めてなかったんだけど、今決めました。どこに行くかというとですね、とりあえずここ田上地区ですから、こっから、寺の下の踏切を越えてどっかで U ターンしてもう一回こっちに引き返してきます。この天気がね、3日4日続くんだったら、アイラを手始めとしていわゆる地方の方をずっと回るつもりだったんですけど、なんかね、今日だけ見たい、また明日から雨があって、それを友達にこの前言ったら、よかろうって、雨が降っちゃってよかがね、雨の枕崎とかさ、雨の霧島山麓とかさ、そげなのも嫌よって言うんだけど、まあ、だからそれもいいなと思って、まあ、1回で終わるわけじゃないですからね、もうあやればあと2回3回行って天気が良い日に行きさえすればいいわけですから、まあ要するにそれは私の作ったダジャレ歌の、絡みで行くんですけど、この前永長関係のメールをもらったんです。永長で過ごされたかな、あれでっていうことで、コメントにその永長は私の何冊の歌の一番最後に出てきますっていうコメントを入れたら、楽しみにして待ってますって、すぐまた返しのコメントをいただいたんですよ。だからそげんなりゃちょっと期待されすぎるとも困るなぁと思いながらですね、こっからね、こっから次のほら田上小学校のここの陸橋をこっから一旦右に行って寺の下の方に引き返しますからね。だけどね、だけどやっぱそういうのっていいんじゃないって自分で思うわけですよ。期待 してもらってがっくりさせるのも逆にいいんじゃないけと思ったりね。ほんで笑う用意をして待っててくださいねっていうのは面白くて笑うんじゃないですよ。要するに芸人の方なんかがこう面白いギャグをやって、おお面白いってじゃなくて、その笑う用意っていうのは、いわゆる嘲笑ね。あざけりに近いやつ。どこやったっけ？ちょっと待ってくださいね。あ、ここだ、ここだ。こん前も通ったばっかりやったんですけどね。あざけりに、近いやつ。はい、わかりますか？こっからね、ほら。ちょうど真正面に、あらら、ちょっと前に行き過ぎたな。お城が見えるでしょう。上野城って言うんですよ。不動産業のあれなのかな。で、もう2、3週間前に寺の下から上野城を見上げてくださいっていうのが一つと、それと昨日おととい新たな登録者さんからですね、ルート35から田上の映像ありますかっていうメールが来てたもんですから、それルート35って県道35号のことかなと思ったら違って、上野城からですね、桜島を狙ったライブ映像のなんていうの、アドレスん、その要するにここをチェックしてくださいって言ったら出てきたもんですから、じゃあもう勝手に解釈してこっから、上野城の、あそこまで行きます。上野城の横を通り過ぎることにします。ということです。
ほんで、今朝ですよ、その新しい方はなんかブラジルから来られたみたいなんですよ。ですから、その自分のこう言葉がうまく言えずにごめんなさいみたいなことだったんですけど、まあ、返事が来る前に、勝手にこうして、でもしそうじゃなかった時はまたそういう、おこっから見上げられるのけ、映っちゃっとけ、ちょっと待ってくださいよ、一旦停止で確認しますから、映ってる映ってる、ここをですね、左折、この上の上をね、見上げることもなかったんですよ、今まで。この、視界には入ってるんだけども、あまりにもこう、当たり前すぎて、風景としてですね。どこだったっけ？ここからか。ここっけ？ここかな？違った時はちょっと、あれしてきます。ちょっと待ってください。ああ、そうだそうだ、ここです。ここの道は知ってるんですよ。知ってるっていうか、友達の家がすぐ上にありますから。だけどこっからね、あそこに行けるとは思ってもいませんでした。ほんであれでGoogle で調べたら、最初の点滅信号、そこを右折すればいいらしいんですよ。どこけ？ああ、あそこ、あそこ、あそこ。あそこをね、右折するとね、上の城の横に行けるらしいんですよ。はい、右折しますね。ズルルル。ほんのこっけーって言いたいぐらいのちょっとあれですよね、お城のイメージからするとね。へえ、初めて来ました、本当に。さあ、あお、もうすぐそこなんだ、ほら上野城、じゃんじゃかじゃーん、じゃん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 じゃかじゃーん。おお、結構な風格ありますよ。ごめんね、今日はねカメラが触れないの。カメラが触れないけど、ここなんだ。ここですよ、上の城は。で、あの上からですね、あれ？こっちできないのっけ？上？上に、なんか、下はどうなんだろう？まあ、わかりません。あら、後ろからまた車が来た、こら。困っちゃったな。あら、前からも来た。はい、なんかね、あれで見たらね、行き止まりだったような感じがする、こっちは。どっかで止まったような気がするな。まあ、行けるところまで行って、あ、もう一回どっか、あれして、バックして、もう一回横から見ましょうか、上野城を。この高台はね、私にとってはあれですよ、要注意。行き止まりっていうの、あれ？行き止まりじゃないな、ここな。でも、引き返しますからね。もう一回上野城見よう。立派なもんですよね、あの上野城ね。さあ、どうなんだ。ここで引き返そうかな。まあ、ここら辺りにお住まいの方は、ここ低い、あ、ここ、あそこをこう行けばよかったのにって言われるかもしれない。あれ？いやいやいや、やっぱりね、行き止まり みたいですよ。なんか、駐車場があってね。見晴らしのいい、なんか空き地みたいなところがある。さあ、どうなんだ。逆から見るとまた新しい映像で新しい道に見えますね。ここを
こっから桜島が見えればね、この上野女王がライブ配信してるあの映像が見えるかもしれないんだよ。先に行きますせい。こんなに上がってきましたかね。高見幼稚園が左に、はい、上野城ですよ。はい、ちょっとゆっくり行きましょうかね。はい、ということで今日のドライブはこの辺でお開きです。ありがとうございました。